国文学研究資料館館長のロバート・キャンベルです。古典インタープリタの有沢智代です。2月15日から開催されているナイジェル芸術競争ラボ特別展、時の束を開くへようこそおいでくださいました。立川市にある国文学研究資料館には、明治維新より前に作られたこの日本列島、1000年にわたって、大切に、読み継がれ、伝わってきた記録資料や古典籍を数十万点所蔵しているわけです。古典籍、ちょっと耳慣れない言葉だと思いますが、古典の書籍と、まあ覚えていただければわかりやすいかもしれません。つまり、明治より前にこの、日本列島の中で実際に手書きであったり、まあ木版技術であったり、様々な方法によって作られ、現存している資料、大量に残っているわけですね。ただ、その、氷山の一角。しか実は私たちは、実はアクセスができてないという現実があり、国文学研究資料館では、それらのたくさんある、国内外にある古典籍を、画像に、収めて、電子アーカイブを作ると同時に、そういった資料を配信をしながら、共同研究を、まあ、進行するという、もう大切なミッションがあるわけです。で、その傍ら、この3年半ほど前から、ナイジェル、National Institute of Japanese Literature、頭文字ですね、ナイジェル芸術競争、ともに作る、まあ、実験室、ラボを作っているわけで、研究者と、クリエイターたち、クリエイターの中には、アーティストもいれば、翻訳家もいるわけですけれども、まあ、そういった人たちが一堂に集まって、現物の資料を実際に手に取り、現代のクリエイターたちは一人ではなかなか、まあ、扱いきれない、読み解くことができない資料を紐解きながら、それぞれの分野の中で新しい作品、表現、価値を創出するというような、まあ、そういう実験をずっと重ねてきたわけです。今回、この時の束を開くという特別展では、8名のアーティストや翻訳者たちが3年半の間に実際に打ち出し、作った成果とそのプロセスを一堂に集めて、特別展示を開催することになりました。今日はこういう形で、バーチャルツアー、と題しまして、VR 技術などを駆使しながら、この展覧会、このギャラリーの中を、有沢と私キャンベルが、まあ、ご案内をする。一緒にちょっとパーソナルツアーを、行いたいと思いますので、ぜひ、短い時間ではありますので、ご一緒、なさってはいかがでしょうか。時の束、特別展は4月の24日まで、開催、でございます。さて、中を少し見ていきましょうか。今回非常にスッキリとしたこの空間が。空間がありますね。はい、結構ちょっとこう長っぽそい、ちょっとかっこいい部屋なんですけど、いつも非常にこう学術的な、はい、本当に古典籍、古い書物をこう展示するためのスペースとしてあるんですけれども、一変しまして、今回は、まあそういった古い資料と、そして私たちと一緒に、コラボレーションを重ねてきたアーティストたちの作品を同時に見て何かをこう感じ取ることができるようにしています。はい、さて、その8名の、1人目が、はい、現代芸術家の梁亜仙さんのコーナーですね。梁さんですね。梁さんは、はい、まあ、中国で生まれお育ちになった現代アーティストで、はい、東京大芸術大学を卒業なさったわけですけれども、いろんなこのジャンルで、いろんなメディアで活躍している若手のアーティストですよね。はい。はい、うん、まずこちらをちょっと見ていきましょうか。A mountain. A mountain. うん、山ですね。そうなんです。これ、立体作品なんですが、実は絵巻ですね。はい、絵巻から、インスパイアされてこの作品を作られたということ、非常に初めに伺ったときに、もうその発想に驚きました。平面の、平面の、まあ、もう昔の絵巻を、巻物を見ながら。はい。へ、
どういうきっかけと言いましょうか、はい、どういうことをこのトランスフォーメーションを起こすことによってどういったことを表現しようとしているんでしょうかね。そうですね、まあ、りょうさんは本当にこう絵巻にもう本当にこう何でしょう、関心を強くお持ちで、まあ、いろんな絵巻をご覧になってさまざまなアプローチをなさったんですけど、このアーマウンテンはこのコロナ禍でですね、りょうさんはその時にちょうど4月に中国にお帰りになっていて、非常にその外出が制限された、期間があったということですけれども、その時にもすごく内面と向き合い、そして世の中のその大変な状況と、どのようにこう自分が芸術家として発信していけばいいのだろうかということで、この作品をお作りになったということですね。すごくカラフルですけど、こう見ていきますと、はい、本当にこう、洞窟のような絵の空間があったり、こう、白い、ちょっと人のような、でも人ではないようなものがこう立って、それぞれの、ちょっとこの山をこう登っていくようにも見えるんですけれども。そうなんですね。これは青山巡礼という、まあ、チベット仏教で非常に。青山聖の山とか言いますね。そうです、そうです。巡礼。巡礼をする。亡くなった方のその、魂を。沈めるため、鎮魂のための、非常に重要な儀式ということなんですね。で、まあ、これは、先生がさっきおっしゃったように、様々な、こう、白い人たちがですね、山を登っているんですけれども、実はこれ、維持道図法という、日本の絵巻などに特徴的な、同じ画面の中に様々な場面、時間などを一緒に描いてしまうという、そういう空間処理方法をお使いになっているということで、同じ、実、ちょっとよく見るとですね、あ、この人はここにもいた、あそこにもいたっていうふうに発見がありますね。それ、今生きてる人なのか、ちょっと鬼火のように、この世にいる人なのかも、ちょっとわからないような、本当に、まあ、おそらくこう、この中の中で、まあ、命を、なくして、でしまった人たちとか苦しんでいる人たちとか我々のように不安を抱えている人たちのに対するこう一つのこう希望のようなまあ魂心の救いのようなものをまあ考えて造形したものかなというふうに思うんですね。これなんかこうアンテナのようなものがこういろんなところにありますね。そうなんです。このアンテナですけれども、その何と言いましょうか、現世、私たちが生きている世界とそれから死者の世界と、更新するためのアンテナであり、さらにですね、この、鍵穴のようになっていて、はい、扉を開いて、異界へ行く、そういう、入り口でもあるということを伺いまして、りょうさん非常に異界ということに関心を持っておられて、こういった表現をなさったということですけれども、伺うと、その、現代と、それから過去、それから未来というふうにも、はい、発信をする、そのアンテナでありつつ扉でもあるなというふうに。すごく結構、コンセプトとしては結構深いものがあり、やっぱり古典に一度こう、潜り込んでいて、いろんなことを見て、見ながら、そこから触発されてこういう表現になると思うんですけれども、見た目がすごくカラフルで、ちょっとキラキラしてて、楽しいというか、ポップな感じもするんですね。そのあたりのこのミックス具合が、すごく、やっぱり、面白い、いいな、綺麗だなというふうに思いますね。そうですね。ここにはなんかこう古い資料が、ありますけど、何かこう、りょうさんの今回のこの試みに関わっているんですか？はい、あ、そうなんです。この今ご覧いただいているこの絵巻は百鬼夜行図。京都のですね、市中を夜中になると動き回る妖怪たちを描いたものですが、さっき館長がおっしゃったように、非常にそのりょうさんの作品ってカラフルな色合いが特徴的なんですが。はい、この絵画なんかも面白いです。ファニーフェイスと書いてあって、はい、これ確かにシェービングフォーム。あ、そうです。髭剃りをするときのこのフォームを、なんかアクリルとかいろんなその画材に混ぜて、ちょっとふわっとした立体感のある、独自の絵の具の開発をしながら作ってるんですけれども、はい、こういったちょっとフィギュアが、実はこういったこう、行装というか、江戸時代より前に描かれているものからインスパイアされてるっていう。そうなんです。この絵巻というとなんとなくこう、雅で、しっとりと一人で。ちょっとエレガントな開く感じですね。はい、感じですけど、りょうさんはむしろこういった、この鮮烈な色合いですとか、はい、面白い顔というところに関心を持たれまして、りょうさんの作品の、この、
鮮烈なんです。ビビッドな色合いと、うん、割とこう、親和性があると言いますか。あ、確かに絵巻ってそういう楽しみ方もあるなということですね。そうですよね。私にしようとこれ古典ですけれども、はい、これ、まあ中世、それ江戸時代にこれ絵本に、富山、あの石燕ですとか、はい、いろんな人たちがこう絵本としてこれを描くわけですけれども、はい、すごく現代アートというか、現代の文化だったわけですね。それを、なんか一度こう、なんか戻すって言いますか、はい、原点にある意味戻すよ、ね、うな、ね、多いですよね。はい、またここで綺麗な、あの、絵巻物がありますね。浦島という、まあ、それこそ浦島太郎という有名な言葉と、それから絵が、こう、交互に、あの、展開する、まあ、これは、江戸時代中期、18世紀に、あの、作られたものとされて、一番最後の場面ですよね。そうなんです。あの、有名なね、あの、玉手箱を開くと、煙が出てくるという。ちょっとこう、パンドラの箱じゃないんですけど、はい、こう、煙が、赤い煙ってちょっと珍しいですね。そうなんです。先生方にちょっといろいろお話を伺いますと、はい、あの、文章では紫の、その、雲が出てきたというふうに書いてあるらしいんですけれど、うん、ちょっと不吉なですね、あの、ことを思わせる赤い炎が出てきている。赤い煙がこう不吉だということですね。りょうさんはこっちの方のこの庶民というか、主人公ではない人たちにこの目を聞き光らせていたことを思い出しましたね。あの、りょうさん本当にこういった、普通であれば見逃してしまうような昔のこう、なんて言いましょうか、あの、庶民の生き様であるとか、こう、服装であるとか、あるいはこう、はい、あの、暮らしの佇まいみたいなところに非常にあの関心を持っておられまして、うん、こう、浦島太郎のこうクライマックスで、しかもこの目立つ赤い炎があるということには、はい、あの、よりもむしろこういったですね。まあ、映画で言えばエキストラたちですよね。そのエキストラたちにこの一人一人こう、はい、ズームインをしていて、で、そこが何かをこう摘出するというか、はい、こう、汲み取って、まあ、自分の現代アートとしての表現にそれをこう重ねて、はい、あの、使っていくということをしているわけですね。こういう、ちょっとワークショップが実際に研究者たちとの間で、はい、結構何度ぐらい私聞きました。そうですね。本当にもう多い時には月に一度ぐらいのペースでおいでになっていて、もう入れ替わり立ち替わり先生方とお話になって、はい、こう、絵巻をですね、実際にこう、くって、こう、広げていく動作なども、はい、あの、なさって、あれはあの、かなり、りょうさんの、この創作に影響を与えたというふうに伺ってます。うん、これから本当にこれから注目される、本当にあの、はい、まあ、日本を問わず、東アジア、世界の現代アートの本当に旗手にこれからなっていくと思いますので、これどういうふうにこの経験が彼女のこれからの芸術家としてのキャリアに響くのかということ、すごく興味がありますね。楽しみですね。二人目が、劇作家、演出家、俳優である、まあ、ご存知、長塚圭史さん。はい、なんですね。長塚さんがここに来て何をするのかと。そうなんです。いうことは多分首をかしげていらっしゃる、はい、あの、ビジターがもういらっしゃると思うんですけれども、すごくこれはもう本当に食い入るように、江戸時代の書物を手に取ってこう、それこそ食って紐解いてずっとめくっていた、はい、あの、記憶が、あの、ありますね。本そのもの、作品の世界より前に長塚さんはマテリアルとしての書物にすごく興味を示してくれたんですよね。はい、そうでした。例えばその書物の端っこの方に黒い、こう、なんていうか汚れみたいなものがあるんですけれども、ね、はい、これもうすごくそこに注目をされていて。汚れてるのがすごいね、とか。これ300年前の手垢でしょとか。これどういう匂いがするのかとかですね。そうですね。非常にこう。あの、嗅がないでくださいとか出て言わなかったんですけど。そうなんです。本当に。ちょっと研究者とは全然違うスタンスで。はい、そうでしたね。特にちょっと、ここに今、あの、ご覧いただいていますけれども、その書物がですね、どういう経緯で今私たちが目にすることができているのかという、その本自体が持つ時間というものに興味を持っておられます。そうですね。あ、ここにちょっとこの、ね、小ぶりの本、ちょっと新書版と同じぐらいの大きさですけれども、はい、これは文化年間19世紀の初めに、ある人が朝鮮通信、に、まあ、会いに行って、まあ、言ってみれば、並走しながら、寄稿文を書いているんですね。この、白雄満載というものですが、この本だけでは、その、ストーリーじゃないんですね。そうなんです。ここにハンコが、ちょっと皆さんちょっと見づらいので、ぜひ、あの、おいでいただいて、あの、詳しく見ていただきたいんですけど、ハンコがこう、押してあるんですね。この本は、明治から昭和時代に、活躍していた京都の、あの、漢学者、はい、内田円光という人が持っていたものです。で、内田さんのこの蔵書院が押してあるんですけど、その隣に、
明治30年8月、熊本より帰り、誤りて氷、つまり荷物を海に落とした。この本はその中の一つだっていう。そうなんです。非常にこう、自分の過ちをこう悔いて、それを後世に残していこうという。堂々とこのスタンプを作って、その、まあ、荷物の中にあった、まあ、何十冊かわかりませんけれども、よく、次のこの世代の人たちにこのやっぱり受け渡すものとして書物をすごく大事にしていて、ちょっとやっぱりこう使用というか、海、まあその海水が被ってるので、その趣味が私がやってしまったということを、自分でそれをこう記録として留めてるんですね。長澤さんはそういうことを一つ一つやっぱり劇作家なので、ストーリーが、こうそこからこう、なんていうか、こう、それこそ煙が上がるように、紡ぎ出されていくわけですね。特に今回は、作品として劇を作ってくれたんですが、そうです。京電ズーマン、アナクロニズムの夢という、京電といえば、はい、下作者の三島京電でございますけれども、非常にですね、これは私事で恐縮ですが、私は三島京電を、専門に勉強しておりまして、三島京電研究の第一人者。いえいえ、とんでもないです。その、私はあまりそういう、つもりはなかったんですけれども、京電について話している時のこう情熱がすごすぎる、愛情が怖いぐらいだということで。俳優からすればこの人何者かという。何者かという。はい。それからもうこういう本に異常にこう執着を見せる研究者ですね。はい、そうですね。田の軍合わせっていう、はい、1784年に江戸で出版された、はい、色がすごく綺麗ですよね。これは木版の技術、浮世絵と同じ技術で多色刷りの書物ですけれども、このちょうどこののれんの間から、ちょっと面白い顔が覗いているんですけれども、はい、それが。はい。これはこの時は、その、手ぬぐいのその図案、デザインを、まあ、みんなで考えて持ち寄ったという、うん、そういう、体裁の本なんですけれども、ここで、まあ、面白い顔が一つ考案されて、うん、で、この絵を描いたのは三島京電なんですけれども、後にですね、彼が自分の作品の中で、まあ、自画像としてこの、うん顔を使っていくと。これがつまり、京電、作者のこの、自賛自画っていうか、自画自賛っていうか、自分のつもりで書いて。なっていくんですね。なっていくっていうことですね。今後。はい。うん、でそしてそれがもう全くその、まあ、手ぬぐい合わせから離れてですね、違う作品の中で、まあ、このキンキン先生、造花の夢などで、最初にこう作者が出てきて、こう物語を、こう、構想していたり、夢を見ていたりするところで、まあ、こういったこう、ちょっと特徴的な花、これ、京電花というふうに呼ばれますけれども、で、書かれていく。うん、そうすると、読者は、その、ファンタジー、一応その、フィクションの、その、奇描写、作品でありつつも、その裏側といいますか、そこに、こう、三島京電の姿を想像するということですね。これ、日本文学の中では、それまで、まあ、17世紀、18世紀のイギリスの小説の中に、語り手が作者になって、作者がこう、ひょっこりとこの舞台の上に登場したりすることもあるんですけれども、日本ではこれは結構早いですよね。作者が実際にこの虚構の作品の真ん中に舞台の上に自分が立たせるという、作者が現れるという、ちょっと結構こう、エポックメイキングな、作者であり、この作品なんですね。先ほど、奇描写という言葉を使いましたけれども、この表紙がちょっと黄色っぽい、もので、このジャンルのことを、まあ、20数年間の間に江戸で、作られて、すごく一世を風靡した、なんて言うんでしょう、このすごく読みやすい、楽しい、漫画のルーツのようなものだっていうふうに言うと、ちょっと怒られそうですけど。その辺ちょっといろいろとわだかまりがあって。はい、長塚さんはその、京電がその、こういった作品の中に出てくる、その作者がひょっこり顔を出すということと、この奇描写って何なんだっていうこと、それからこの、その、本がですね、まあ、いろんな、その、苦難の道を経て国文献に所蔵されているということ。うん、そして、これすごく多層になっているんですけれども、非常にこう、その対象に愛を燃やす研究者って、いろんな要素をですね、非常に関心を持たれて、この京電図なんていう作品を作り京電のことは語りますね。すみません、ちょっと大変、やっぱり情熱が、長塚さんの目は間違ってなかったということは皆さんにもう分かっていただいたと思うんですけど、僕としてはすごく嬉しかったのが、この京電図ウーマンというとっても面白い劇。この国文学研究資料館の閲覧室、図書館があって、日本文学や歴史に特化した素晴らしい図書館があるんですけど、そこが舞台になっていて、
この三島経典に本当にうつつを抜かしている、はい、と言ってもいい若い女性の研究者が三島経典の原稿を手に入れて、そこ初めてそれを読もうっていうところで閲覧室に駆け込んできて読んでるところから話が始まるわけですね。その研究者の名前も確かに智子だったんですね。智子ですね。智子さん。智代さん。智子。智子さんです。そう、智子っていう、まあ、架空の人物ですね。はい、モデルは。いいそして、いや、わかりませんけれども、そういった、研究者の前、目の前に今度は三島経典が世から現れて、そうなんです。現代に、もう生きる、ものとして出て、この掛け合いをしたりと、はい、もう大変、面白い。そうでしたね。芝居になってますね。はい、こう、国文系の存在意義みたいなことについての議論を。はい。はいはい、そう、こう研究者たちがやっているようなこと。三島経典はいろんなジャンルで、活躍をしていて、交渉随筆、いろんな古いものを、こう、いろいろとこう探求をして、記録を残していたり、まあ、時代が、の中で、本当に、まあ、こう、先駆者としてこの時代の文学の流行を作ってきた人ですけれども、長塚さんが演出家として劇作家として、それをずっと見ながら、こう一つのこの劇にそれを落とし込んだということが大変面白かったんですね。はい、まあこういう、それぞれ、ちょっとこうタブレットが随所にありまして、それぞれのクリエイターが、こう何をしたのか、どういう思いでしたのかということを、まあ語りながら、ちょっと英語で字幕がついていて、いろんな方々にちょっと見ているのを、はい、まあ感じて学んでいただけるようになっていきます。はい、さて次に、アニメーション作家の山村浩二さんのコーナーですね。有名なアニメーション作家ですね。はい、短編アニメーション作家、として、まあ日本を本当に代表する方ですけれども、はい、山村さんは、長塚さんとはやっぱりこうちょっと違う角度で、古典籍、この古い書物と、まあ、向き合ってたような気がします。どんな？そうですね。山村さんももともと夢というものに非常に関心を持っておられて、まあ、夢をどう捉えたらいいのか、それから夢と現実のその交わりのあり方ということに、もともと非常に強い関心を持っておられたんですね。入口敦史先生という当館の先生がいらっしゃるんですけれども、入口先生から様々な中国であるとか、それから朝鮮のこう、まあ、絵の中でこうどういうふうに夢が描かれるのかという表現の方法、いろいろとレクチャーをしていただきまして、この、あ、こういう捉え方があるんだなということ、非常に深みを、うん、探っておられて、うん。そうですね、夢であるということを絵を見てパッとわかるような描き方っていうのは後だそうですね。そうですね。最初はちょっと別の場面として夢は夢として描き、それがだんだんこうまあ時代の歳月の中でこれは夢だよっていうようないくつかのパターンがあるということを知って、あ、夢について描きたいということで、この短編アニメーション10分ほどのもので夢見の絵という作品を作ったわけですね。これ実はこう一つのこうアイディアであるとか、夢ってどういうふうにこう夢の歴史、うん、夢の文学史ということを知っただけではなくて、具体的な素材がないと、はい、まあ、いけないということで、いろんな絵本を見ていただいたわけですね。はい、あ、今ちょうどこの印象的なシーン、この恋の口から圭斎さんという主人公が出てきたところでしたけれども、はい、このストーリーの骨格は雨月物語という江戸時代に作られた小説がモデルになっていまして、ちょっとその夢の中に入り込んでしまう、まあ、夢と現実がこう何でしょう、入れ替わると言いますか、入れ子になると言いますか、その境目がですね、非常に曖昧になるという不思議な小説です。絵師が恋を描いている絵師がその恋になったというその夢を見て、その恋のその目線からどういうことを経験したかとかということが、まあ、夢とうつつが、こう、本当に交わるようなものですね。無音の理由という話。で、それを今、圭斎とおっしゃったんですけれども、クワガタ圭斎という、まあ、江戸にいた絵師。葛飾北斎と並ぶ、当時は非常に。非常に画力のある、はい、作家で。素晴らしい作家だったんですけども、はい、そのクワガタ圭斎の出版された絵本が何種類も国文献にあって、それを見た時に、あ、これだっていうふうに山村さんが、はい、ちょっと、まあ、そこでちょっといろんなこの、なんていうか意図がこう一つに、うん、結べるというか、はい、一つの作品として構想できたっていう、
のことだったわけですね。そうですね。それでまあ、クワガタ経済、経済さんが、うん、主人公になって、彼のその、画業をたどりながらですね、その中でこう夢の世界にこう入っていくという、非常に不思議な作品ですが、今回ぜひね、ご覧いただきたいのが、山村さんからですね、絵コンテですとか、その、スケッチ、それから夢見の絵の、原画をたくさんお借りいたしました。これ貴重ですね。実際に絵コンテをどうやってこのストーリーを作っていくかと、私たちはいろいろ、まあ、なんていうかな、こう、200字ぐらいでこの用紙を書いたり、いろんなことをして、まあ、文字でこう、物語を作ったり、論文を書いたり、文章を構成するんだけど、やっぱり、アニメーション作家はやっぱり絵で、こう、まず自分で、こう、ちょっと書いてみて、納得してで、そして書き換え、書き始めるということですね。確かに、山村さんは、パソコンを使わずに、すべてを手書きでアニメーションを、作っていらっしゃるので、30秒の、動画、アニメーションを作るのに360枚。そうなんです。場面といいますか、動きによってはその倍も、これぐらいですね、360枚というのは。もう想像絶するような作業をコツコツと。はい、まあ、これは一人でやらないといけないわけですけれども、今回は10分のものですので、はい、もう大変な数の絵を、実際に使ってて、一つ一つがこの、クワガタ経済の絵本の描線をなぞりながら、はい、できるだけこう、経済と、まあ、同期する。そうです。一体化する。一体化するということをこう目的としてやってたって、はい、非常にやっぱ現代のアートとしては、非常にこう面白い試みをしているわけですね。そうです。ちょうどその、クワガタ経済の絵本、鳥獣略画式がここにございますけれども、山村さんこれを隣に置いてですね、何度も何度も模写をなさったということを伺っております。はい、そうですね。これを一筆書きといいますか、略画ですので、はい、本当に簡単なこの、こう数画でこう書けるようなことだけど、これは極めて難しいらしくて、はい、山村さんがもう何度も何度も、ふくらっとした膨らみがあり、うん、遠近法を使ってないのに、遠近が、こう奥行きがあるような、でもそれもほとんどこう一つの、もう筆をこう一度もこう離さない形でこう作っていくということは、はいはい、ものすごいもう作業をこう経て、経済に対する尊敬という、畏怖の念を、はい、募らせたわけですね。そうですね。もうこう巻物がここにありますね。はい、江戸名所図絵。はい。こちらも経済の作品で、非常にこう、タッチが異なる、何と言いますか、方向性が違うような作品ですけれども、経済こういったその上空から、その市中を見下ろした、俯瞰の作品をたくさん残しておりまして、うん、でもやはり山村さんに伺うと、非常にこう、経済のその観察眼と言いますか、うん、こう空間の作り方であるとか、はい、まあ、やはり略画式に通じるところがあるということですね。なるほどね。で、これは巻物であるということを皆さんにぜひ注目していただきたいですね。はい、つまり、平面としてずっと巻きながら江戸の名所がずっとこう展開していく、自分がこう馬に乗っている、はい、まあ車でも何でもいいんですけど、はい、移動しながらこう江戸がこう目の前を平面としてずっと流れていくというような、はい、作品なんですね。今回はまさにその恋の絵、先ほど見ていただいた恋の絵を、はい、掲載が絵本に描いたものと、その。版木ですね。貴重なものですね。なかなかこの版本と版木をご一緒に見ていただく機会はないと思いますので、そして今回さらに山村さんのこう肉筆画も合わせてご覧いただけるので、はい、そうですね。版木も当然ですけど、一つしかないんですね。そうなんです、はい。はい。それは非常に珍しいものですね。さて、次へと進んでいきましょう。はい、あ、ここに、大変大きなスクリーンに、ちょうど本が開いてるんですね。これが、はい、ワウの作った、地の旅という、はい、先ほどちょっと開いてるのは伊勢物語、はい、さっき実際に当館にありまして、鎌倉中期に作られた、はい、古いものです。今こう雨が降るように、雨が実際に降ってるんですけど、文字が天から降ってるんですけれども、その本の本を実際に使ったわけですね。ここが橋を渡っていく、はい、ここは、あずま下りをしているところですね。八つ橋の、はい、伊勢物語のシーンですね。はい、今、三河の八つ橋の場面、はい、変わりました。先ほどご覧いただいた江戸名所図絵ですね。急にですね、先ほどは平安初期の風景でしたけれども、18世紀頃の繁華な江戸の非常に賑やかな、うん。しかも先ほど見ていただいた平面で流れるものを、今度は
進んで奥行きにこの作っていくドローンに乗っているようなものですね。すごいなんか近代的な現代的な模様ですか。これは実はこれも江戸時代に出版された絵本で、さまざまな海外特にサラサなどの図案をこう集めた非常におしゃれな、海外からインポートしたいろんなその絵の衣装とかデザインを半本木版のものにしたものですね。本当に時代を駆け抜けていく、鎌倉時代から江戸時代までを駆け抜けていて、新たなこういう形にしていた最後の地の旅っていう、もうまさにアーティストレジデンス、はい、私たちのこの古典籍と研究者たちが合わさってこう作れるようなものですね、はい、この音もいいですね。このページがめくれる音、そうなんです、雨が降ってくる音、雷鳴と雷鳴のこの音とか、はい、この作曲も一緒に作ってくださったんですね。はい、でこちらの方にちょっと行きましょうか。この辺りはかなり様子がまた温度が変わりますね、はい、この一冊の半本から次のセクションが、はい、展開するわけですね。山田拓司さんという、はい、情景王と呼ばれるもうジオラマ界の、はい、一番大、はい、もうトップランナーなんですね。でジオラマというと、まあ、僕はなんか小学校で絵本よく作ったりしてたんですけど、あ、まあ、日本に来ていやジオラマというとすごく世界、はい、こうアートとしての世界があって、特に山田さんの作品を僕はずっと憧れて、はい、ずっと見てたんですけれども、この、一冊の古典籍、はい、東海道五十三次八山杖という、はい、これは嘉永元年1848年に、はい、多色刷りで作られたものですけれども、これ一枚一枚ってどういうものかちょっと教えてもらっていいですか。これですね、東海道五十三次、五十三の景色をそのまま描くのではなくて、なんと鉢の中にこう、一つの小世界を作ってしまうという。鉢ってボールですね。ボールです。まあ、盆栽のような形ですね。はい、に、こう、その景色とそれから、まあ、時には人々も入っているというので、はい、その図案が本当にすべてのその、はい、東海道を旅しているような形で、いろんな景色が描かれています。それはすごく面白いことですね。五十三次というのはもちろんそれより、まあ、15年ぐらい前に、はい、広重によって東海道五十三次という有名な浮世絵が作られ、いろんな人たちが五十三次というこのモチーフとして、浮世絵に、はい、描くわけですね。はい、で、そもそも実景があるんですね。実際の風景があり、はい、東海道をこう渡っていくとそれを見ることができる。で、そこがこうアート、まあ、それこそ芸術、視覚芸術に落とし込まれ、そして江戸時代、江戸の人たちが遊びとしてこういうジオラマのようなものを作っていたとして、それをまた二次元にこの平面作に、この書物の中で、トランスフォーメーション、はい、転換をしているわけですね。そうです。今回、この山田拓司さんがですね、この本を見て、ぜひ、一つ一つこの宿場を、この絵を見ながら立体にもう一度戻すっていう、はい。そうなんです。この平面を立体にと言いますけれども、例えばこういった、また、このパネルをご覧いただければ、うん、遠景を描くときにですね、うん、その日本では、画面の処理をするために、すやりがすみというものを、うん、書いて、その遠方を表す、その表現を取りますけれども、はい、そこどうするんだろうと思ってしまいましたが。どうやって翻訳するかっていう問題があったわけですね。もちろん、五十三次なので、日本橋で、はい、から始まるわけですね。この絵が、こういう風になっていくわけですね。すごいですね。この、鉢そのものをもう完璧に再現してるんですよ。はい、これ、立川にある会社。あ、はい。ことぶき屋さんという、本当に老舗の玩具メーカーさんが。玩具メーカーとフィギュアを作っている。あ、そういうフィギュア。大手ですよね。そうなんです。そう、模型も作るし、はい、フィギュアも作ってるんですけど、これを作ってるわけですね。非常にもう、お力添えをいただけます。すごいな。江戸城が、江戸城の後ろに富士山がすごく大きくそびえてるんですね。はい、忠実になぞって作ってるわけですね。いやー、この時代は実際に江戸城には天守閣はなかったんですね。一度焼けていて、はいはい、まあ、広重もそうですけれども、当時の人はそれを復元して描いているのを、はい、やはりこう象徴なので。そう、象徴なので、はい、すごい 大名行列がちょうど日本橋を渡ろうとしているところです。はい、楽しいですね。これ、愛知県にある。愛知県にある、まあ、今では、知るという字に立つという、知流と書きますけれども、うん、当時は知流風ですね。知流ですね。先ほどとは打って変わって、日本橋は繁華な都
都会、大都会が描かれましたけど、はいはいはい、こちら少しこう岩場、ゴツゴツした感じが描かれていて。いいですね。馬がたくさん、なんか、飼ってる。はい、あ、人も、映ってますね。当時、馬市がね、ここに立っていたということで、はい、まあ、大変、はい、まあ、名物と言いますか。そうですね。馬市で有名なんですね。はい、絵本の中には、なんかこう、柳がですね、こう、風を受けて、こう、なびいてるような感じですけれども、はい、山田さんもなんかそれをなんか。はい、そうなんですよね。ちょっとこう、暖かい風と言いますか、初夏の風景ということなんですけど、そういう風が通り抜けるような感じがいたしますね。そして終着点がもちろん京三条ですね、になっているわけで、はい、三条って、まあ、後ろにこれ比叡山なのか東山なのかがちょっとわかりづらいです。はいはい、ちょっとそびえ立ってますから。そう、京都のいろんな山をですね、多分こう合成のようなものとして、もともとあったものがあって、それをこういう形で作っているわけです。で、非常にですね、どの作品も、こう奥に高いこう造形物があって、まあ、この世界を包み込むといいますか、はい、この世界に没入できるような仕掛けが実はできていて、これはまあ、もともとその平面だったことを思う、非常にうまい仕掛けだなと思います、ね。面白いです。いや、これはね、足を運んでいただいて、初めて多分実感できると思うんですけれども、もう本当にずっとこう見ていられるんですね。どうなってるかとかということをすごくこう、素晴らしいこう、精妙、はい、本当に精巧な、細工をしておられて、素晴らしい、表現なんですね。本当に山田拓司の本当に匠の技が、そうです。凝縮しているわけですね。さて次に、次のアーティストが、はい、画家の松平里奈さん。うん、コーナーでございます。若い画家ですよね。はい。はい、松平さんは、まあ、もともと古典をモチーフに、はい、絵を描かれていたんですけれども、まあ、当館にいらっしゃって、初めに取り組んだのが、この、キンキン先生、映画の夢という、はい、先ほど長塚さんのところでも登場した、切り押しの、はい、まあ、祖と言われる作品を模写するということなんです、ね。もともとちょうどこう、アメリカ独立戦争のちょうど頃ですよね。1775年に江戸で出版された、はい、小池春町という人が描いた、本当にこうたわいもない話ですよね。はい、なんかこう、まあ、田舎の青年が江戸にポッと出てきて、まあ、富豪、金持ちの養子になって、はい、すぐこう、なんかこう、まあ、ちょっとデビューしちゃうんですね。デビューしちゃうんですね。そうですね。南青山が、表参道をこう、格好してるような、はい、ことを、まあ、吉原であったりするわけですね。はい、でも、ちょっとこう悪いこう取り巻きというか、周りにいて、よいしょよいしょされていくんだけど、いろんな失敗をすることが、すごくなんか痛いような、面白いような、はい、温かいような。はい。そうなんです。そして、まあ、その都会的な、こうね、はい、悪い人たちが手ぐすに引いてこう待ってるっていうのが。はい。はい、それは松平さんもすぐ興味を持ったわけですね。そうです。ただ、その松平さんはですね、こう模写をし、そしてちょっとこの、うん、実はこう同じ、キンキン先生映画の夢が3点並んでるんですけれども、真ん中のものは、これは起承複製会というところが作った複製本で、うん、これを解体してですね、模写をし、もう一度こう閉じ直した作品、これは松平さんの作品、キンキン先生映画の夢の模写。もう完璧にこのなぞってるわけですね。そうなんです。なので、半本から写本へという、非常にこれも面白いことなんですが、なるほど。松平さん、この、作業といいますか、鋭意を通して、この書物としての形ですとか、はい、それから非常にこれは薄くて軽い本なんですが、はい、その薄さに関心を持たれたんですね。はい。一冊が五丁になってるんですね。一丁というものが、まあ、紙がこういうふうになるとすると、これを二つ折りにして、袋閉じにするということで、それが5枚あるということですね。それが切り押しの基本単位なんですね。そうなんです。そういう形態とかにはすごく彼女は、まあ、現代の画家としてすごく関心を持ってくださったんですよね。そしてそこからインスパイアされた作品が、この作者の手のうち、夢のうちという作品で、まあ、これはその五丁で一冊、さっき館長がおっしゃった五丁で一冊という、その、仕組み。そして、さっき半本が展示、版木が展示されていましたけれども、はい、袋閉じになるので、こう、なんと言いますか。一枚の版木には、その、背中合わせ、になる、この別のシーンが描かれていると。それをこう、屏風のような形で表現して。なるほど。そしてさらに、この薄さ、はい、その、透けてしまうような薄さをこう表現するために。日本の和紙は両面ずりができないんですよね。そうなんです。すると裏写しがしちゃうので、袋閉じにするわけですね。で、片面ずりにしてて、畳むことによって、綺麗に見える、判読することができることを逆手にとって、こういうふうにアクリルの中に、はい、
挟んで、この薄さとかっていうことを表現してるんですよ。穴が開いてますね。そうなんです。これは非常に面白かったんですけれども、木拍子でよく穴をうがつという手法がございますけれども、はい、うがちですね。穴をうがつ。はい、これは人が気づかないことを鋭く指摘してみせて笑いを生むという、うんうん、まあ、そういう知的な手法ですが、はい、穴というのにですね、注目されて、実際穴を開けてしまうという。なるほど。原本には穴を開けてはいけない。ではないです。松平さんの写本ですね。彼女が作ったものですね。はい、面白いですね。はい、ここになんか、またすごく素敵な映画。そうなんです。4枚かかってます。4枚。これ何？これは松平さんの最新作で、本当にこの展示が始まる直前にまで、書き加えておられたんですけれども、これも実はキンキン先生映画の夢をモチーフにした、キンキン先生東京リミックスという、夢のリミックスですね、はい、という作品ですが。一人一人が登場人物の名前が、ついてるんですね。面白いな。なんかウレタンのマスクを見ますけど。そうですよね。なんとなく江戸風ですよね。江戸風ですね、はい。そうなんです。これ実はですね、松平さんは、非常にこう、色といいますか、肌の質感などが、印象的な作家さんではあるんですけれども、当館にいらっしゃってから、取り組まれた作品、今まで全てモノクロだったんですね。でここへ来て初めてこういったカラーの作品を描かれた。本当にちょっと乳白色の、ちょっと藤田嗣治の絵を、ちょっと私にはその想起させる、彼女独特の色使いですけど、はい、その乳白色をこういうふうにすごくビビッドに描いているんですね。なんかバッグがなんか文字のようなものが見えるんですね。はい、松平さんに伺ったところ、一応、文字といいますか、それぞれの人物の名台詞を、模しているということですが、やっぱり見どころはですね、何と言いますか、キンキン先生画の夢をまず模写をし、こういった形態に着目しというふうに、どんどん物質といいますか、原本に密着していたところ、一回離れてですね、こういう松平さんのこう自由な発想で、新しく解釈をされてですね、今東京でこういう物語が繰り広げられるとしたらどんな感じかなという解釈らしいんですけれども。相沢さんの推しはどれですか？私ですか？私はですね、この中で。この中では、おまずがちょっと。おー、推し。おまずちょっとなんか悪そうだなと思います。すごいですね。まあ、いいですね。はい。いや、本当にそうですね。ちょっと、はい。ちょっと、小悪魔的な。そうなんです。この殻に一物ありそうだなという感じが。みんな面白いですね。こうやってこう模写をしていく、映していくということは、自身のやっぱりアーティストとしては必要なデッサン力をこう上げていくということですけれども、その行為自体、絵自体が非常に彼女にとってはやっぱり大切なものにこれからなっていくということで、なんかこのあたりに、松平さんの、なんかワークスペースというか、そうなんです。彼女の、なんと言いますか、アトリエを、の机を、再現してくださったんですけど、これ実は段ボールでできてるんですね。非常に面白いんですが。その先ほど、ちょっと通り過ぎてまいりましたけれども、今回松平さんが、絵手本という江戸時代の、その、絵の教科書を模写された作品、50点、お借りしておりまして、それらをすべてですね、パソコンの画面上でこうデータベースなどを検索して、そこから模写をされた。これをですね、彼女はデジタルアーカイブ模写というふうに名付けておられて、それであれば誰でも、どこからでも模写ができるという、ワークショップも行いましたし、更新をしてこれから行かれるということですので、本当に若い、画家を、目指す人とか、これから美術学校に入ろうという方も、一般の我々、絵心はあるんだけど、腕がない人たちが見ていて、彼女が江戸時代と向き合って、デジタルを通して彼女が実際にデザインしているところを実際に見る、アーティストの手の内を全部、明かしてくれるというような。そうなんです。これはすごく面白いこと、試みなんですね。こういった道具であるとか、手順もすべて丁寧に書いてくださってて、非常にすごいちょっとこう人材育成的な側面も。そうですね。面白いんですね。さて、今までは、アーティストたちの、新たな表現を、ずっとこう、追求して作ったものを見てきましたけど、ここでは、アーティスト・イン・レジデンスではなくて、トランスレーター・イン・レジデンス、TIR という、名称をつけているわけですけれども、日本の普段、読まれることはあまり多くない作品を発見して、発掘と言いましょうか、それを見出して多言語化させるということをしているわけですね。はい、ピーター・マクミランさんという、非常に今まで、受賞歴も終わりの
英語へのアイルランド、国籍の方ですけれども、ここへ通ってくださって、まだ十分に日本人によってもこう鑑賞されることがないまま、はい、伝わってきている作品を全部英訳してくださったんですよね。そしてこれが、そう、扇の草子という作品に、バクミナさんは注目をなさいまして、バクミナさんは絵とその文字が一体になった日本の、なんて言いますか、古典籍の特色に非常に関心を持っておられてですね、一緒にこう絵と文字を楽しむ形で。扇の草子ですね、はい。そうです。扇の周り、扇の中に絵が描いてあって、その周りに文字が描いてある。はい、なるほど。で、これを今度こういうブラウザに、彼の作品を含めた絵も楽しめるように、はい、ブラウザを突破印刷と、はい、まあ、共同で、はい。開発を、ファウンドイントランスレーションというデジタルコンテンツでございまして、はい、このようにですね、扇の草子の画像が収録されていまして、はい、これちょっといろいろと仕掛けがございます。はい、そこにどれか一つタップを。面白いですね。ちょっと失われかけたかもしれないものが、ロースティントランスレーションではなくて、ファウンドイントランスレーションという、はい。そこから見出したものということですね。見出したものです。じゃあこれをちょっとタップしてみますね。はい、どうなるか。おお、あ、絵だけが。はい、最初こう、アニメーションがですね、これ非常に可愛らしいアニメーションで。これがちょっとね、これはまあ原資料をすごくやっぱり忠実にやっぱり守りたい人にとっては、これはちょっと耐えられないかもしれませんけれども、こういうふうに、ちょっと動けるもの、そして人がこうそこにちらっと見えたり。そうなんです。これ本当はね、人はいなかったと思うんですけれども、これ突破さんの工夫ですね。そして歌。はい、奥山にもみじ踏み分けなく鹿の、声聞くときぞ秋は悲しき。これ百人集にも、はい、入ってて有名なものですね。はい、でここにマクミランさんの英訳が入ってます。In the deep mountains, making a path through the fallen leaves, the plaintive belling of the stag, how forlorn the autumn feels。綺麗ですね。すごくこう語感があって、タップしてくださいと、はい、こうやってもう一回タップすると、はい、お、モミジを踏み分けているのは鹿？踏みてというクエスチョンが出てまいります。クイズが出てくるんですね。そうなんです。なるほど。ちょっとこう、鑑賞者、読者にちょっとこう、考えさせることをしてるわけですね。で、もう一回、次に進みますと、見どころがあって、英語と日本語と、それから解説がずっと書かれているわけですね、はい。そうなんです。先ほどのそのクエスチョンは、まあ、この見どころへ到達するための、まあ、一つこう考えてもらうための工夫なんですけれども、うん、実はこの、和歌ですね、主語がないんですね。ほう。そのもみじを踏み分けたのが誰かということを、こう、あまり、その私は考えたことがなかったんですけれども、まあ、クミナさんも最初は、その、愛という、言葉を補って、まあ、読み手というふうに解釈を、ね、はい、なさったということなんですが、ただ、その読み手とも書かれてないんですね、原本には。はい、だから鹿かもしれないし、あ、ここに人が現れるということが、実は翻訳することを通じて、あ、誰なのか、踏み分けているのは誰かっていう、日本語には主語がなくても通じるものを、英語には決めないといけないので、はい、決めないといけない。その、容疑性、はい、曖昧さということをこう最大限に、逆に、それをこう活用して、はい、非常に、どちらでも読めるような英語にしてるわけですね。そうなんです。そう、推敲を重ねられてですね、最初はこう愛をつけておられたんですけど、うん、あ、その、さっき先生がおっしゃったように、こう、あ、これはどちらにも取れるっていうことこそが、うん、魅力だということで、うん、もうチャレンジですね。うん、英語の、文法的にはよろしくないかもしれないけれども、主語とか、そうですね。そういうふうにこう翻訳ということ、すごくやっぱり、はい、行きましょう。はい。聞きましょう。ああ、ご立派な、ここはついたてですね。はい。すごいですね。これが扇の草子の原本そのものですね。原本ですね。先ほどパッドで
タブレットで見ていただいたものが、実物はこういうふうになっていまして。屏風と、それから漢数本、はい、絵巻ですね、はい。室町後期から江戸初期に作られたという、はい、二つの、作例なんですね、はい。これを一つ一つ、本当にこう丁寧に歌をこう取り出して、多言語化させることによって、はい、新たな、そこは気づき、感動を、生み出すというような。はい、試みなんですね。ああ、こうなんかすごく立派な大きな。そうなんです。これ実はもう一席あるんですけれども、はい、大きすぎて入らなくて、これは後期展示に、はい、半分ですね。半分でございます。はい、これ伊勢物語図屏風というものです、はい。伊勢物語の一つ一つの段の話をいろんなところにそれを、散りばめている、はい、というような、ものです。伊勢物語を知っている人が見れば、どの場面がどこにあるのかということが、ちょっと読み解けるようにもなるし、その世界を知らなくても見て楽しめるような、素晴らしい作品ですね。はい、今回、最後に紹介するアーティスト、小説家として大変有名な川上博美さんですね。川上さんはすごくこの伊勢物語には、大変な興味を持っていて、先に現代語訳をなさってたわけですね。で、そのこともあって、一緒に組んでいただいて、伊勢物語のいろんなこの関連作品を見ながら、現代小説を自分で作りたいというふうにおっしゃったわけですね。はい。今回、川上さんがこの伊勢物語にもう一度チャレンジをなさるときに、非常にこう大きな、なんと言いますか、力を与えた、はい、ということがですね、その、伊勢物語が、脈々とどの時代でも読み継がれていた、特にこう江戸時代ではベストセラーがあったということが非常に大きかったというふうに伺っております。そういう、私たち国文献には、鉄心斎文庫という、伊勢物語関連の作品やいろんな器物、絵画などを1200点以上の大変貴重なコレクションを、所蔵しています。川上さん、現代作家がそこに本当に潜り込んでいて、研究者と一緒に読み解きながら、全く異なる、はい、10世紀の伊勢物語を重ねながら、イメージを重ねながら、巧みに活用しながら、現代小説を作ったわけですね。ちなみに先ほどの、ワオのこの作品に登場した鎌倉中期の大変古い、はい、伊勢物語のこう原本に近い、一番最も古いものの一つが、ここにあるわけですね。そうですね。写本でも楽しむ人がいて、そして版本でも楽しむ人がいて。あと絵画としてこれはよく使われていたわけですね。はい、最後にここは打って変わって、なんかこう、すごいなんかこう見慣れた風景。そうなんです。我々にとっては。我々にとって構成図に、そう、構成図に。なんか怖い、はい、感じがするんですけど、はい、何なんですか？川上さんがですね、こう、最初に3度目の恋という小説をお書きになったのは、はい、連載においてでございまして、はい、連載から単行本化される際に、構成されたその初稿と二稿をお借りしております。はい、婦人公論で2年にわたって、はい、ずっと連載をしてたんですけど、じゃあ一冊にしようという時に、それ全部打ち出されたものに一つ一つ、はい、赤字を入れているわけですね。どういうふうに変わったの？そうですね。もうどこを見ても面白かったんですけれども、非常に胸を打たれたといいますか、ハッとさせられたのが、この川上さんの3度目の恋というのは、昔という言葉が印象的に使われておりまして、その昔というのがどこか一点を、時点を表すものではなくて、ここでもあるし、ここでもあるし、今でもあるかもしれない。そしてその女性たち、リコというその主人公が、夢の中でいろんな時代、江戸時代とその平安時代に行くという話なんですけれども、そこで自分ではない女性のこの体の中に意識が入って、自分自身のその意識と、それからその人の意識とっていうのが共存しているというような、仕組みの本なんですけれども、とても辛い恋の物語なんですよね、はい。で、それを連載をしながら三度目の恋の三度目ということを想定しながら書いてるかというと、私が川上さんに聞きましたけど、はい、途中で三度目の恋が入れ替わるという、いろいろとこう変わったという、本当にそこが古典お付き合いをしながらというか、こう深めながら逆に現代性、時間ですとか私たちの実存、存在というものがどういうものかということを小説としてそれを、
ドキュメンタリーとして、あるいは哲学的な思想的なものとしては書ききれない私たちの想像を本当に、書き立てるような形で古典を現代にもう本当に蘇らせている、はい、素晴らしい作品を書いたわけです。さて、有沢さん、本当に美に入り、際にわたっていろんな本当に細かいことを見ていたわけですけれども、はい、氷山の一角、本当に、まあ、来ていただければ、はい、もっともっと実は一人一人のクリエイターがどういうところに着目してどういうプロセスを経て新しい作品を作ったか、そして研究者たちとの共同によって相互にどういう化学反応が起きたかということを本当に見て取ることができるわけです。このナイジェル芸術競争ラボ、まあ、3年半にわたって、まあ、ずっと作業をしていて、とても楽しいような、ハラハラするような、はい、とてもエキサイティングな時間を費やしたけれども、これからも来年も再来年も、このラボを、まあ、いろんな実験を続ける、つもりです。来年度の新しいアーティストたちに向けた、はい、いろんな準備を今しているわけです。はい、そうです。そして、ま、この古典石はですね、私たち研究者や、それから、ま、ある、アーティストだけが使えるということではもう決してなくてですね、いつでも開かれた、財産としてこちらにございます。新日本古典石総合データベースというデータベースなどを使っていただければ、どこからでも、家にいながらでもですね、それから日本じゃなく海外からでもアクセスをしていただけて、自由な発想で、ま、このような、ご自身の世界観と、はい、更新をしていただけると非常に大きな財産でございますので、その新日本古典石総合データベース、ちょっと下を噛みそうですけど、はい、ぜひ検索していただいて、入っていて使っていただきたいなというふうに思うんです。もう一つはこのナイジェル芸術競争ラボの、ページが私たちの、サイト、はい、ウェブサイトの中にありまして、有沢さんがずっとこう記録したその古典インタープリーター西、これはなかなか読み出がある記録もありますし、ずっと更新をしておりますので、研究者と古典石とアーティストが出会ってどういう新しい火の粉が上がるのか、どういった表現が起こるのか、そして折々にイベントも開催していきます。その情報も得ていただくことはできますので、はい、ぜひそれを見ていただきたいと思います。はいこのナイジェル芸術競争ラボ展、時の束を開く古典石から生まれるアートと翻訳は、2021年2月15日から4月の24日まで、国文学研究資料館の展示室にて開催しております。開室情報ですとか、予約の情報などは特設サイトをご覧いただければお分かりいただけますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それではお待ちしています。よろしくお願いします。ありがとうございます。